体勢が整ったようです様子を確認して飛び出しましたまずは先行争いに入ります間から9番のロンギングバースト5番北港コーメビウスの主導権争い最初の障害ジャンプしましたこの2頭まずは競りましたけれども勢いはそれほどではありません2つ目の8号障害をクリア ここで5番のホッコー・メビウスがリード1馬身半取ります今年はそれほどせることなく隊列が決まりました9番ロンギングバース2番手、スト回りコースへと出ていきます3番手の一角間から8番ニューツーリズムインコースから2番ダイシンクローバーインコースには1番のリレーションシップ3つ目の障害をジャンプしていきます12番のサイードもこの一角に取り付いていって中段に7番のサペラビー奥深い3コーナー回ります その後2 0番のエンギュミオン13番トライフォーリアル並んで6番のパトリック後方に4番ウィンチェレステ後ろから2投目11番のサクセッション今年は後ろから2番手でレースを進めています最後方3番マイネルバッサーです外回りコースの4コーナー先頭は5番ホッコー・メビウス今年はセル相手なく1番真半のリード2番手、外に8番ニューツーリズムインコースに9番のロンギングバース直線3つの連続勝が1つ目をジャンプしていきます この一角に12番のサイード、外から7番サペラビー、位置を4番手の一角まで上げました、2つ目の障害を今クリアしていくところ、2番、ダイシン・クローバーがいて、あとは10番、エンデュミオン、6番のパトリック、この辺りをごった返しています、中段、13番、トライフォーリアル、後方よりに1番、リレーションシップ、3つ目の障害をジャンプしていきました、あとは4番、ウィンチレスで11番、サクセッション、そして3番、マイニル・バッサー、最後方です。 先頭は5番のホッコー・メビウス湧き上がる拍手の前でリードは一番伸半です、ピッチを上げません、2番手インコースに9番のロンギングバース、外から8番ニューツーリズム、レース名があしらわれたゴール板前を通過と1周、あとは7番サペラビーがいて、インコース5番手12番のサイード、1コーナー回っていきます、その後6番のパトリック、外から並ぶ13番トライフォーリアル、1、2コーナー、中間の障害にかかります。 先頭5番の北港メビウスリード2馬身近く取って12コーナー中間の障害ジャンプしました2番手ここでわずかに8番ニューツーリズム前に出ましたインコース9番ロンギングバース並んでいきますあとは7番サペラビー4番手あとは34馬身開いて4番ウィンチェレスで一応やや上げつつあります向こう上面の障害一1つ目北港メビウスジャンプしました 重傷を戦うメンバーやや速いピッチでリード3シンから4馬身2番手集団3頭ニューツーリズムサペラビーロンギングバースエア交代でその人に4番ウィンチレスト4番手、外まで上がっています7号障害ジャンプしましたさあ3コーナーに向かうところで前は3頭わずかに1個目ビース先頭8号障害をクリア2番手8番ニューツーリズム その後2馬身差、一旦位置を上げた7番サピラビやや遅れを取って3コーナーから3、4コーナー中間、内回りのコースを進みます、あとは4番ウィンチェレス、さらに10番エンディミオン、右打入った、あとは6番パトリック、3、4コーナー中間、前はラクダ対正5番ホッコーベビ,ビウース、コバッカーヤタ、リードを3馬身取っています、2番手、8番、ニューツーリズム、外から4番のウィンチェレスと10番、エンディミオン、差を詰めていって、400を切って、第4コーナーをカーブ、直線コース、残る障害はあと1つ。先頭 障害ジャンプしましまた並びかけようとニューツーリズム前は小牧えたそして番ータの追い比べ200を切ってまだ抜け出すたか5番のホッコービス小牧えたリードは2バッシング遅れを取ったニューツーリズム変わって6番パトリック外から一気に11番のサクセッション差を詰めてくる内外離れて追い比べになりそうだ内から5番ホッコービス外からサクセッションホッコービスホッコービスゴール小牧えたです小牧えたホッコービスペースを握って サクセッションを封じました時計3分32秒3